はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。久しぶりにですね、みんなのゴルフ、ミンゴルをやっていきたいと思います。スマホで楽しめるゴルフゲームということで、はい、というわけで、じゃあ今日はどうするかな。やはりいつも通り、お、新しいホールが開く。お、なんだろう、イベントホールが出てきたぞ。長距離ホールセレクションっていうのがありますね。行って、期間限定なんでこれ行ってみましょう。9面まであるみたいですね。さらに2つ鍵がかかっているものがある。いけるって言ってます。さあ、ちょっとローディングに時間がかかってる。はい、ロングコースだけあって、コースを読み込むのもなかなか時間かかってしまうんでしょうね。長距離ってどれぐらい長距離なんだろうな。長いね。お、グリーンはそれ平らっぽいですね。ですので、グリーンに乗せるまでが結構一苦労。150って3オンも難しいや。第一、190ヤードあまりですからね。ちょっとノギーワンって難しいよな。これだ。ちょっと上り気味ですね。狭いな。よし、ここパワー使っちゃおう。それでも201ヤードですからね。あー、危ない危ない。まだ227ヤード残ってます。ちょっと木の間を通っていかないといけないのはきついな。やってもやってみましょう。あー、ダメだったか。大ピンチです。あっと、あんまりいいショットじゃなかった。バンジキュース。終わりっぽい。オンしないといけないんだろう。うまく刻んでいったけどな。そうですね。パー取らないといけないんですよ。長距離ホールは難しいな。もう一回やってみましょう。スーパーバックスプリンでピンに当てることでボールが何度もカップを目指して突進します。ピンに当てないといけないからな。普通使える技じゃないよな。で、再度読み込もうとしても、やっぱり時間かかっちゃうんですよね。やっぱり、ロングコースって結構タフだなって思います。もう結構時間かかってるみたいですね。来た。さてと、第1打がこうなってますね。第1打普通でいいんですよね。これだ。ここに打ってんのか。微妙に
左へ行っていくことで次のショットを楽にしてみましょうか。多少距離はかかるかもしれないけど、え、これラフなんだ。まだ距離あるな。さあ、うまくフォーオンしてかついいとこに乗せないといけないぞ。あー、ダメっぽい。また万事休すです。なかなかこれ難しいですね。寄せてはいたんですけど、ダブルボギー食らっちゃいました。そんな、そんなですよね。まあもう一回これでダメでしたら、あのこのホールはここまで、一回対戦を対戦に切り替えましょう。なかなかこれ手ごわいや。読み込みにこれ時間かかるんですよね。なんかキャッシュに落としてくれないかな、ホールデータぐらい。何度もサーバーに読みに行ってその大きなデータを落としてくるっていうのはちょっと辛いですよね。第1打が大事ですね。そうか、この左下にあるフェア A じゃなくて、そこからやるんだ。それ。これだ。ですよね。で、稲目はなかなかこれだ。そんなに木の間を通さないといけなくなるのはちょっとつらいので、左へ。これでどうだ。え、これ木にぶつかんのかよ。いやー、なかなかうまくいかないものですね。ナイスショットだが木に直接行きそう。木が結構邪魔ですね。さーっと、右へ曲がってダボですね。またメーカーはこれなかなか苦労が必要なあれで、できればですね、これは飛距離を飛ばせるようになってから稼ぎたいものですね。というわけでランクマッチ行きましょう。
さて、これも時間かかってますね。これまっすぐなコースなんで、1打目から強いものを作って近づいていきたいと思います。どうよ、よまあ結構ミドルホールだと思うんですけど、長いですよね。ここはパー3つ分持ってんのか。どうよ、強いよな。どんどん飛距離伸ばしていくし、距離のパワーの面ではどうしてもかなわないですよね。あ、ただ361ヤードなんで1回しか使わなくてもいい。あー、でもこれはミスった。左やっちゃいました。残り距離は少ないのは幸いなんですけど、ちょっとねー、向こうは2オンしてくるだろうし。あー、うまいわこれ。まあ負け決定ですけど、あー、今日はちょっとなんか様子がおかしいよな。ちょっとは勾配曲がってるのかな。入りました。パーですね。相手はバーディーパット。これは入るでしょ、一発で。よし、相手は強いです。ほい、うん、余裕。いや、レベルアップした。ランクは上がった。ギアのレベルが上がったということで、ちょっとギアを見ていきますか。クローゼットに。ボールの方かな。ボールじゃないみたい。狙いますね。というわけで、イラクマチを今度は普通に相手を選ぼう。ライさんっていう人がいるみたいですね。あ、まあ強いのかな。飛距離があるやっぱりゴルファーは脅威ですね。あんまり強化してないのかな。結構強化せずに、強化しないまま戦うゴルファーというのもいますよね。自分なんかはやっぱり、有利に戦いたいから、強化は必ず欠かせないんですけど、そういうゴルファー相手に、狙っていった戦うと、よりいいアイテムがもらえて、もっと強くなるっていうのはありますね。機会を逃してはいけないですね。なかなかテクニカルなコースです。使っていきましょう。ナイスショットにはならなかった。
フェアウェイ乗ってほしい。乗った。オッケー。これだ。かなりピンに近いとこまで攻められます。ナイスショットだが、これ普通にやるとこういう風にラフに入っちゃうんですよね。多少あのパワー使っても距離は稼いだ方がいいです。どう？すごい、ツーオン、あの、ナイスショットが2度続いてもツーオンできない。っていうのがあるんで。さて、まあ、花壇はそんなに気にはならないんですけど、まあ、もうちょっと微妙に左側行って、ボールは？ボールは右側を蹴って、ちょっとフライで上げるっていうような感じがいいかもしれないですね。OK です。あんまり左に曲がらなかった。でも、まあ、2オンは達成しました。さあ、相手側の3打目です。これ、断然有利な状況で立ちましたね。いける？あー、すごい。まあ、とはいえ、こちらが多分2打やっても、こちらの方がないし、ショットしてるんで、有利は有利だと思います。ほぼ、真ん中だよな、これ。OK。入った。OK です。バーディー取りました。ほい。よっとーせん。これでボール確保ですね。はい。というわけで結構今回は、集大を見せちゃいましたけど、最後の、対戦マッチで、なんとか勝つことができました。まあ、それが唯一の救いだったかなという気はしますね。トレーニングだけやっときましょう。パワーは早くでも上げたいですね。まあ、こんな感じですね。はい。というわけで、ミンゴル、プレイしていきました。ということで、ロングホールがあるんですけど、この超ロングホール、パワーがないとかなり手こずるっていうのはわかりました。まあ、うまく運がいい時に、クリアしていきたいと思います。はい。説明欄の方に、Twitter、ブログのアドレスを掲載しております。よろしければ、アクセスしてみてください。また、チャンネル登録まだの方、チャンネル登録していただければ嬉しいです。最後に流します。関連動画、動画プレイリスト、ぜひアクセスしに行ってください。はい、ご覧いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。